まったく愚かな刑事たちですな。さようさよう、あれでテープをすべて没収したつもりとはな。まったくでございます。このご時世、小さな USB メモリー1本でデータなぞいくらでも隠せるものを。ぬっふっふ、さて、おふざけはここまでにして、どれを出せばいいんすかね。倉持夫人の遺体が写ってるとこだ。そもそも他殺なのか自殺なのか、何か判断できる手がかりがあるかもしれない。あの様子をまた見るのはちょっときついっすね。つか、なんでそんなにこの件にこだわるんすか。前にも言ったけど、うちらただの映像やっすよ。それは言いたくないならいいっすけどね。ま、自分は監督信じて従いますよ。すまん、マガリ。これは、あざ…いや、何かの傷口か？やけどの跡のようにも見えるが。血も出てないし、様子からすると最近の傷口ではないみたいっすね。そうだな。だとすると今回の件とは関係なさそうだ。どうしたんすか？いや、手前の机の陰で見えにくいが、何か落ちてないか。紙切れのように見えるが。じゃあちょっと拡大してみますかね。星愛妻の八坂に奉納されるときに。これどういう意味なんすかね。八坂にとあるのだから、八坂神社に奉納される時のことを言ってるんだろうな。しかし問題はこれが誰によって書かれて、なぜここに落ちているかということだが。変な筆跡で書かれているし、筆跡じゃ男か女かもわからないっすね。この金だらいもどうも引っかかるな。何がすか？いや、仮に洗剤混ぜて自殺しようとしたとして、こんなでかい金だらいいっぱいに洗剤用意するか？うん、そう言われてみれば確かに。これじゃなきゃいけない理由が何かあるはずなんだ、きっと。
断末魔にかきむしったんだな。塩素ガスは呼吸器系に激しい症状を起こすんだ。だとすると自殺にしては苦しい死に方選びすぎじゃないですかね。自分だったらもう少し苦しくなさそうな方法を選ぶと思うんすけど。楽な死に方なんてなかなかあるもんじゃないがな。少なくとも自分から死を選ぶなんてするもんじゃない。監督は自殺とかしなそうっすもんね。うん、俺は100まで生きて大往生するつもりだからな。あれ、どうした？ちょっと待ってください。これは着物の柄で分かりにくかったっすけど、ネックレスみたいっすね。着物にネックレス普通するか？着物のマナーは詳しくないっすけど、普通なしなんじゃないっすかね。それにこれどっかのブランド物って感じじゃないっすよ。作りが雑だし、多分かなりの安物っす。ほう、マガリ、このネックレスが気になる。これプリントアウトしといてもらえるか？了解っす。この紙が誰かとやり取りしたものだとして、そもそも今時手紙ってどうなんすかね。メールでも SNS でもいくらでもやりようがあるじゃないすか。携帯を見られてやり取りしてる相手が他人、例えば倉持さんとかにバレたらまずいからとかか。そんなんいくらでも偽装できるじゃないすか。監督だって飲み屋のお姉ちゃんとの LINE 映像関係者みたいな名前で登録してるっしょ。なぜ知ってる？かまかけただけっすよ。いいから映像に集中してください。あの日の現場じゃ気づけなかったことが随分あったな。やはり映像を撮っておいてよかった。マガリもありがとう。随分見るのに勇気がいる映像だったとは思うが、助かったよ。まあ無理やり作り物だと思い込みながら操作してたんで、なんとか耐えられましたけどね。やっぱりきついっす。そうだな、すまなかった。ひとまずこの映像を調べるのはここまでだ。みんなと合流して出かけよう。了解っす。倉持さんのお宅でも鯉を飼ってましたが、ご存知ですか？ああ、倉持さんとこ。あそこのお宅も立派なお池ありますからね。やはりこの辺りの湧き水で？そうですよ、湧き水があちこち水路でつながってますから、みんなそこから池の水を引いてくるんです。水路から池の水を。です。ほら、うちもそこから。
水を引いてさらにあちらへと流しておるんですわ。はは、だから池の水がよどまないんですね。そうです。こっから藩校養老門のあたりまでざっと歩いたらわかりますけど、道沿いにずっと水路が走ってるんですわ。露天商出てますよ。見てきてもいいですか？女の子はそういうの目ざといな。いいよ、見てこよう。はい。これ店員さんの手作りですか？そうだよ、全部ワンオフのハンドメイドだから、世界に一つだけ。よかったら買ってって。あ、こんなのお嬢さんに似合うんじゃない？監督、これ似てないっすか？ん？ほら、倉持夫人が身につけてた。店員さん、これあんたが作ったやつじゃないか？ん？ああ、きっとそうだね。半年前くらいにそういうデザインに凝ってた時期があったから、その頃のやつかな。それ誰が買っていったか覚えてるか？いや、突然そんなこと言われても。今言った通り半年くらい前だと思うからさ。先日の八雲さんでしたっけ？どうも、今日はこちらの取材ですか？そうなんですよ。ああ、紹介しておきましょう。こちら一緒に取材してるライターの伊藤咲雄君です。伊藤です。映像監督の八雲マックスです。この度は大変でしたね、伊藤さん。お悔やみ申し上げます。ん？知ってるのか、俺のこと。すみません、昨日倉持さんと言い争っているところに出くわしまして。話の内容から多分伊藤誠也さんのお兄さんだろうと。あちゃ、見られちゃってたのか。お恥ずかしい。でもまあ、分かってやってください。こいつも弟を亡くしたばかりなんだ。感情的になっても仕方ないですからね。分かってます。無理もないと思います。昨日の剣幕には私もびっくりしましたけどね。まあ本当無理もないですよ。彼の弟さんには私も一度会ったことあるんですが、びっくりするほど似てる双子の兄弟なんですから。双子？お二人は双子だったんですか？さすがに髪型や雰囲気はだいぶ違ってて、弟さんの方はぐっと真面目そうでしたけどね。
顔や体型はよく似てましたよ。なるほど、それはショックも大きかったでしょうね。伊藤さん、昨日倉持さんに言ってたその倉持夫人の不始末というのは。ちっ、そんなとこまで聞いてたのか。すみません、盗み聞きというわけじゃないんですが、あれだけ大声だったもので。まあいい、要するにだ、あかりのやつが弟をたぶらかして一緒に自殺させたってことさ。あかりさんというのは倉持夫人のお名前ですね。つまり夫人と弟さんは心中したと。別々の場所で死んでも心中というなら、まあそういうことだろうが。もともと俺も弟もあかりとは同じ高校の同級生だったんだ。当時から弟はあかりに惚れてたが、告白する間もなく卒業して、あかりは東京に出ちまって、そのうち東京から戻ってきたと思ったら、金の力であんなジジイの嫁にされちまった。弟のやつはずっとそのことに同情してたからな、そこをつけ込んで心中に巻き込まれたのさ。しかし金の力で結婚したかどうかは。20近くも年の離れたジジイだぞ。親子ほどの年の差だ。誰が好き好んでそんなジジイのもとに嫁ぐかよ。それにな、あかりは東京から戻ってきた時、何があったのか首筋にひどい火傷の跡を作って戻ってきた。それを負い目に思ってたところ、倉持ちのジジイがつけ込んだのさ。ああ、なるほど。弟さんの亡くなった日なんですが、その日伊藤さんは。なんだ、アリバイでも聞きたいのか。お前刑事でもなんでもねえだろ。ああ、いや、単純にいつツワノに来られたのかなと。それならあの日、彼は昼から夜まで私とずっと一緒にいましたよ。それは保証します。ああ、そうだったんですか。ええ、あの日二人で昼にツワノに到着しましてね、それから夕方6時くらいまでかな、ずっと一緒に太鼓谷稲荷にいたんですよ。そこの宮司さんにインタビュー取材させてもらうことになってたもんで。ずいぶん詳しく覚えてらっしゃるんですね。私たちも参考人として警察の事情聴取受けましたからね。その時何度もそれを説明したから覚えてるんですよ。なるほど。しかしまさか取材に来てこんな大事件に巻き込まれるとは思ってもいませんでしたよ。原稿は送っておいたからまあ安心ですが、連絡した時は編集部の連中もびっくりしてましたね。ああ、そりゃそうでしょうね。せっかくなんで事件も取材するとかしないんですか。いや、うちはあくまで旅雑誌なんで、取材しても載せる紙面がありませんよ。そっか、そりゃそうっすね。
千葉さん。皆さん、今日もここへ登られたんですね。もしかして芝さんがいるかと思って。あ、私に何か用事でも？いえ、ちょっと倉持夫人のことでお聞きしたいことがありまして。奥様の？ああ、いや、そんなに難しい話じゃないんですよ。ただ夫人には個人的に手紙のやり取りをするような方がいたのかちょっと知りたくて。手紙って紙の手紙ですか？そう、メールや LINE とかじゃなくて紙の手紙です。それはいないと思いますよ。そもそも郵便受けの鍵は倉持先生しか持ってないし、手紙は全部先生が目を通しますから、個人的なやり取りとかないと思います。ああ、なるほど。ですよね。今時スマホで連絡すれば済むのに、わざわざ紙の手紙なんて。あ、いえ、奥様はスマホも禁止なのでそれも無理だとは思いますけど。スマホも禁止なんですか？なぜ？あ、柴さん、このご時世にスマホ禁止というのはちょっと不思議な感じがします。夫人は一体誰に、なぜスマホを禁止されていたんです？それは…芝さん、我々も困ってるんですよ。何しろこの事件が解決するまでは参考人としてツワノを離れるなって警察に言われてましてね。え、そうなんですか？そうなんです。おかげで滞在費やら食費やらで予定していた品班の予算をどんどんオーバーして。なあ、マガリ。え、このまま行くとあと 2,3 日でうちの事務所の金が尽きちまうよな。ほんとほんと、こうしてる間もどんどん出費だけがかさんで、このまま行くと不渡り、融資の引き上げ、倒産、ファンダメンタルの悪化に為替の大変動、株価の大暴落、それが引き金となって世界大恐慌。おまけに自分なんて来月から無職になってしまうっす。そんな恐ろしいことに。そうなんです、そんな恐ろしいことになるんです。それを避けるには一刻も早く事件を解決しなきゃいけない。そのために柴さん、全てを正直に話してもらわなきゃならんのです。わかりました。それじゃあお話しします。おー、ありがとう柴さん。ではスマホの件について話してくれますね？はい、実は先生は奥様の浮気を以前から疑っていて、半年ほど前から奥様一人の外出を禁止、スマホも取り上げてしまったんです。
なるほど。さっき郵便受けの鍵も倉持さんしか持ってないと言ってましたが、それも外部との接触を監視するためだったんですね。ええ、それに私も先生が不在の時は奥様の様子を見張ってるようにと言われてて、来客も全部私がお相手することになってたんです。それは。で、実際のところどうなんです？夫人は浮気を？それは、わかりません。でもそこまで倉持さんがするということは、何か確信めいたものがあったのでしょ？いえ、そこまでは。ただ、1年ほど前に奥様が購入したピアノのために調律師の伊藤さんという方を呼んだんです。その方と奥様はすごく仲が良さそうで、それから何回も呼んでらしたんですが、ある日。それを倉持さんが目撃して激怒したと。はい。それが伊藤誠也さんなんですね。はい。もういいですか？え？ああ、何です？私が知ってることは全部話しました。もう行っていいでしょうか？今日は先生のお宅の立ち入り禁止が解除されるので、私も後から先生のお手伝いに伺うことになってるんです。ああ、そうですか。いや、もう大丈夫、行っていいですよ。芝さんのおかげで我が事務所も倒産を免れそうです。ありがとうございました。だったらよかったです。それじゃあ。さっきの話ひどいですね。外出禁止してスマホまで取り上げるなんて、奥さんがかわいそうです。俺も聞いててそう思ったよ。あれじゃ一種の DV だ。本当ですよ。そんな性格の旦那さんだから夫人は浮気したんじゃないですか？ひとあちゃんは夫人と伊藤誠也が不倫関係にあったとそう思ってる？多分。だから二人は。いいよ、考えてること言ってごらん。あの、心中したんじゃないかと。心中か。そうだとすれば夫人の足元にあった手紙も説明がつく。束縛されたカゴの鳥が互いに同じ日に死を選ぶことで、離れ離れでも心中になるってわけだ。問題は外部との接触を断たれた状態でどうやってそれを示し合わせたかだが。そりゃ簡単っすよ。折りたたんだ手紙を塀の外からポーンと投げれば。それじゃ夫人じゃなくて倉持さんに発見されるかもしれない。それに返信はどうするんだ？これも適当に塀の外に投げれば都合よく相手が見つけると。それは。その謎が解ければ真相解明はぐっと近づくんだがな。もう少し調べてみよう。もう入ってもいいでしょうか？みたいだな。倉持さんに会いに行こう。おい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 、
何現場に入ってんだお前ら。ほら君たちそこで止まりなさい。げ、まだいたのかよこいつら。ああ、こいつらだと。ああ、いえいえ、刑事さんたちすね。ったく、相変わらずカメラ持ってうろちょろしやがって。またテープ没収されたいのか。待ってください。今撮ってるのは事件とは無関係の撮影だ。それを没収する権利は刑事さんにないでしょう。事件現場であるここを撮ってたじゃねえか。封鎖テープがなくなってるということは立ち入り禁止も解除されてるんでしょ。であればもうここの撮影を禁止できるのは持ち主である倉持さんだけのはずです。そもそも俺たちは倉持さんにガイドを頼んだ間柄だ。彼を訪ねて何か問題でもありますか。ちょっと待ちたまえ。ん？まだ何か？あの、私に何か。あの、天方一葉さんですよね。あ、はい。握手していただけますか。は？以前グラビアで見て以来大ファンなのであります。ぜひ。ああ、それぐらいなら。ありがとうございます。感激であります。これからもずっと応援しております。ありがとうございます。捜査中に何考えてんだっから。あた！柴さん、ゴミの片付けですか？ええ、昨日はゴミ捨ての日だったのに、お屋敷に入れなくて捨てられなかったもんで。もう、こんな暑い時期だから生ゴミだけでもちゃんと出しときたかったんですけどね。ん？あれ？どうかしたんですか？いや、これ…ちょ、何するんですか。それは…カプセルトイのカプセル…ですよね。だと思う。そこの方にまだいくつかあるみたいだが、柴さん、これは？わかりませんけど、何度か奥様の部屋のゴミ箱片付けるときに見たことがあります。夫人にそういう趣味があったのかな。最近のカプセルトイはよくできてるから、大人でも集める趣味の人がいるとは聞くが。それっぽいものを奥様の部屋で見たことはありませんけどね。こういうのって中身はキャラクターのフィギュアなんかでしょ。ああ、大体はそんなもんのはずだけど。一体なぜこんなものが。
監督、ここちょっとおかしくないですか？ん？いえ、ここの穴、何かで塞いであるように見えるんですけど。トハちゃんの言う通り、全部の空気穴が塞がれてる。これは、これなんでわざわざ口開いてあるんすかね。あ、それそれ、もう聞いてくださいよ。ゴミ出しのために結んであったのを全部警察の人がほどいちゃってたんですよ。なる、捜査のためにゴミも調べたってことっすね。だったらそれはまあ仕方ないかな。そうは言いますけど、この季節じゃ虫がたかっちゃうし、もう最悪ですよ。ずいぶんでかい冷蔵庫ですね。確か倉持さんは夫人と二人きりのはずなのに。奥様があんまり買い物行かなくて済むように買いだめできるような大型のを買ったそうですよ。先生の気遣いですよね。なるほど。はあ、本当にブルーですよ。こんな暑い盛りなのに、次に燃えるゴミ出せるのあさってだから、もう匂いがどうなっちゃうか。ああ、もう聞いただけでゾッとしますね。おまけに町指定の袋に移し直さないといけないし、ほんと警察の人に文句言いたいくらいです。はあ、ほんとにブルーですよ。こんな暑い盛りなのに、次に燃えるゴミ出せるのあさってだから、もう匂いがどうなっちゃうか。ああ、もう聞いただけでゾッとしますね。おまけに町指定の袋に移し直さないといけないし、ほんと警察の人に文句言いたいくらいです。と、すいません、来客中でしたか。いや、構わんよ。ちょうど彼は帰るところだ。では、僕はこれで失礼します。うん。わざわざありがとう。あかりも喜んでいるだろう。今の方は？近所で内科医をしている鳩谷君だ。あかりとは高校時代の同級生でね。その縁もあってわざわざ線香をあげに来てくれたんだ。そうでしたか。申し遅れましたが、この度は大変お気の毒なことで。いや、こちらこそ君たちにも迷惑をかけてしまって申し訳なく思っているよ。それに、あの時君たちが素早く対処してくれなかったら、私も柴君もガスで渋滞になってもおかしくなかった。礼を言う。ああ、いえ。
すいません、倉持さん。ちょっと見ていただきたいものがあるんですが。なんだね。これなんですが。こちら見覚えがありませんか？いや、ないな。これは妻の死に何か関わりのあるものなのかね。ああ、かもしれないというだけです。見覚えがないなら問題ありません。倉持さん、その指先どうされました？かぶれているようですが。よくわからんが、先ほどから赤みが出ていてね。さっき庭先の片付けをした時、虫にでも刺されたかな。ああ、庭先の片付けを。警察の連中め、散々庭を踏み荒らしたり白い粉をまき散らした挙句、片付けもしないで帰っていきよったからな。ああ、現場検証はそういうものらしいですね。やはり気になるな。先ほど鳩谷君が来ている時に見てもらえばよかった。すまないが、ちょっと彼の委員に行ってくる。いいかね？ああ、ええ、どうぞどうぞ。留守中何か用があれば、芝君が対応してくれるだろう。遠慮なく申し付けてくれたまえ。そういえば柴さん、夫人の生前の写真が必要なんだが、持ってないかな？え、ああ、それなら確か去年の誕生日に奥様と一緒に撮った写真がありますよ。お、それは助かる。それ、スマホの写真かな？ええ、それじゃあそっちに転送しましょうか。うん、そうしてもらえるとありがたいな。ああ、誕生日って芝さんのだったんですか？ええ、奥様が覚えてくださってて、こうしてお祝いしてくれたんです。本当、優しくてすごくよくしてくれて、素敵な奥様でした。おまけに町指定の袋に。店員さん、この写真ちょっと見てくれるか？ん？さっきのアクセ買ったのこの人じゃないかと思うんだが。どうかな。思い出せそうだよ、思い出せないな。ひとはちゃん、それにマガリも。俺が出すから好きなの買っていいよ。え、ほんとっすか？いいんですか？
いいよいいよ、好きなの選んでくれ。こりゃどうも、毎度あり。おい、古臭いベタベタの手に乗ってやったんだ。これで思い出すんだろうな。で、そりゃもちろん。何しろこういう店のお客さんとしちゃまず見ない和服姿の美人だったもんで、よく覚えてるよ。その写真の人に間違いないよ、買ってったのは。つうか買ってもらったのはって言うべきかな。買ってもらった？誰かと一緒だったのか。ああ、同じ年くらいの男が一緒だったね。手つないだりしてたから、まあ彼しか旦那さんでしょ。相手の男の顔はどんなやつだった？ああ、マスクしてたからよくわかんないな。真面目そうな感じだったけど。そっか。かなで。さっき鷲原八幡宮で会った伊藤誠也の兄、佐清氏だったか。彼の絵押さえてるな。できるだけ彼の顔が鮮明なシーンちょっと出してくれ。す、よし。店員さん、ちょっとこれ見てくれ。和服の女性と一緒にいた男性、この人に似てなかったか？どうかな、だいぶ雰囲気違うような気がするけど。この人はその人物の双子の兄なんだ。だから髪型や雰囲気は違うだろうが、顔の作り自体はそっくりなはずなんだが。ん？あ、確かに髪型隠したら目鼻立ちはこれだな。口元はマスクしてたからわからないけど、目元のあたりとかまんまこんな感じの人だったよ。髪の色は染めてなかったし、雰囲気はもっとぐっと真面目そうな感じだったけどね。やっぱりそうか。ありがとう、いい情報だったよ。いいっていいって、品物買ってくれるんだから。というわけでお嬢さん方2人分のお勘定5800円ね。結構するな。領収書くれ。こんな露店で領収書って無茶言わんでほしいな。くぅ、完全自腹かよ。したんですか？いや、謎が解けた気がする。え？そう、そうだ、池だ。あの池が重要なんだ。池って倉持さんとこのっすかね？そうだ、今から倉持さんの邸宅に行くぞ。実験をしないと。実験ってなんすか？意味わかんないっすけど。やればわかる。ともかくマガリとヒトワちゃんにも手伝ってもらうぞ。まずは。なんだ、またお前たちか。いつまでもうろちょろしやがってよ。まったく用がないんならとっとと立ち去りなさい。いや、用はあるんですよ。ただしこの庭の池に
ですが。三沢さん、あなた方警察もこの数日きっちり捜査をしてきたはずだ。こちらの夫人の死と伊藤誠也なる人物の自殺、何か関係があると予想しているんでしょう。で、池に用があるってのはどういうこと。何か重要な証拠物件でも沈んでるってのか。いや、沈んでるんじゃなくて浮いてくるんですよ。ああ？浮いてくる？そうです。ほら、ちょうど実験の準備ができたようだ。マックス監督、今終わったとこです。指定の場所にバッチリ流してきたっすよ。よし、それほど時間はかからないはずだ。池で確認してみよう。はい。おーす。おい、何も。これは何ですかね、これ。やはり、それ拾ってみてください。中に何か紙片が入ってますね。ふざけてんのか。あ、いや、それは。何が書かれていたかはともかくですね、これで実験は成功です。はあ？どういうことなんだ。諏訪野では湧き水を水路から引いて池を作っている家も多い。代表的なのが鯉の米屋として有名な吉永米店です。この池も同様で、外の水路のある特定の場所から流すことによって、こうして確実にカプセルを庭の池へと届けることができるんです。そしてこのカプセルや紙片、これと似たものをお二人も回収された証拠物品として見ているのでは。あ、現場に落ちていた。そう、夫人の足元に落ちていた手紙、そして彼女の部屋のゴミとしてあったカプセルです。彼女は非常に束縛の強い倉持さんによってスマホの所有を禁じられ、外出も制限されていた。そんな彼女と密かに連絡を取り合う方法として、こういう手段が取られていたわけです。この池に流れ着いたカプセルは、こちらの排水路に設置された金属柵に引っかかり回収される。返事は反対側の金属柵を外して流すことで、外の水路で受け取れるというわけです。倉持さんは恋に興味がなく、もっぱら世話は夫人がしていたということですから、気づかれる心配もなかったということでしょう。なるほど。なんでお前らがそんなことまで知ってるのか、いろいろと文句を言いたいところはあるが、ともかくお前の言うことに間違いはなさそうだな。あの監督、それじゃあこうして手紙をやり取りしていた相手というのは、やっぱり伊藤誠也氏しかいないだろうな。三沢さん、
夫人と伊藤さんの死亡推定時刻ほぼ同じだったのでしょ。まあ一つ謎を解いてもらったんだ。これぐらい教えてやってもいいか。どちらも午後4時から6時までの間、お前の言う通りほぼ同じ時刻と推定されてるよ。捜査本部でもおおむね示し合わせての心中。まあ場所が離れてるからそう言っていいものかわからんが、そういうことだろうと見解がまとまってたとこだ。お前のおかげで一応その確証が取れたってわけだな。心中、やはりそういうことでしょうね。そうか、そういうことか。倉持さん。今にして思えば、あかりが星愛妻の日に死んだ理由がわかるというものだ。倉持さん。星愛妻は七夕、つまり大陸の剣牛伝説である彦星と織姫の祭りだ。離れ離れになった二人に仰せをさせるため、年に一度天の川へと橋がかかる。離れ離れの二人、それがあかりと伊藤聖也のやつだったと。星愛妻の日に示し合わせて二人で死ぬとは、よくもそこまで当てつけてくれたものじゃないか。私だってあかりを大事にしてきたのに、なぜあんな男と。